パブロ・サラビア・ガルシアは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。スポルティング CP 所属。ポジションは MF。2004年から、レアル・マドリードの下部組織に在籍。2009年からレアル・マドリード・カスティージャの試合に出場しており、2010年1月3日の AD ・アルコルコン戦でデビュー。2週間後のラシン・サンタンデールビー戦で、初ゴールを決めた。 2010から11シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループステージオセール戦にて途中出場しトップチームデビューしたカスティージャ2年目はアルベルトトリル監督の元 MF のポジションでプレーリーグ戦12得点を挙げた2011年夏同じくマドリードにあるヘタフェシ F に5年契約で完全移籍した 契約には2年間の買い戻し条項が含まれる。2015から16シーズンのヘタフェのセグンダ・ディビシオン降格に伴い、2016年6月10日にセビージャ FC への移籍が発表された。契約期間は4年間。2019年7月2日、パリー・サンジェルマン FC と5年契約を締結したことが発表された。2021年8月31日、 スポルティング CP に、レンタル移籍した。U-17 スペイン代表として 2009FIFAU-17、ワールドカップに出場し3位に貢献した。2011年の U-19、欧州選手権にも招集され、優勝を果たした。2021年、ユーロ2020、決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦では1ゴールを、決め。 準々決勝進出に貢献した。ありがとうございます。